主任と百瀬くんに出会って転職を決めたよ。会社を辞める日、退職理由を正直に伝えたらずっと黙ってた。それ以来一切連絡取ってないし、エンスタの反応もなくなったから何を思っているのかわからないけど、俺が辞めたことで部下の心を思いやれる人になってたら嬉しいな。金城くんの元上司さんは仕事できる人みたいだし、なんとなくだけど、きっと反省も改心も。百瀬くん、優しい、好き。俺の元上司は地球がひっくり返っても反省も改心もしないタイプだったから。なんか俺、元上司が見たらどう思うかって考えて、エンスタに今の会社の人たちを載せてなかったんだけど、俺のエンスタなんて見てねえわな。つうわけで、載せよう。うん。